雪しまく峠、山本周五郎作。おさいは館のもやで間近に迫った初春のちょうどを調べていた。朝から吹いていた風が落ちるとひどく冷え始め、午後の空は重たく曇って、日差しの床板へ映るつやつやした外光もそのまま凍りつくかと思えるほど寒々しく見えた。さっきから内庭の遠ざぶらいのあたりで子供たちの遊ぶにぎやかな声がしていたが、ふとそれがにわかに騒がしくなり、幼い口をそろえて一斉に歌い出すのが聞こえてきた。花びら雪の降るときは、蝶は三になれ、蝶の母は三十三になれ。その声でおさいは顔を上げた。端と実の間から見えている庭先にちらちらと白く細かい雪が舞い出していた。まだ降るというほどではなく、恥じらいながら舞いこぼれてくるという感じだった。冷えると思ったが、やっぱり。そうつぶやきながら、おさいはふと、郷愁のように、幼い日の喜びが身内にあふれてくるのを覚え、しばらく手を休めて、うっとりと庭先を見守っていた。すると間もなく、中門の方で、馬のいななくのが聞こえ、やあ、伊万里の王子様だと叫ぶ勝之助の声がした。おさいははっとしてすぐに膝周りのものを片付けにかかったが、聞き覚えのある高い笑い声は鎧の草摺りの音と一緒にずんずん庭先へ近づいてくる。おさいは片付けるいとまもなく立ってつまどまで出て行った。それはやはり伊万里の渡辺権太夫であった。彼は下腹巻きの支度で白髪の頭から粉雪を浴びながら、勝之助を抱いて大股にこちらへ歩み寄ってきた。よいか勝之助、お主はやがて当選状の主となる身だぞ。老人は太い指で子供の顎を押し上げながら言った。もっと額を高く上げ、これからはあんな造人のせがれどもと遊ぶのではない。当選状の主、何の神とも任官すべき身の上だ。誰にも負けぬ強い武士大将にならねばならんぞ。どうして勝之助はそんなに偉くなるの？どうして？それはの、そう言いかけて権太夫は、そこのつまどまで出迎えているおさいの姿を認め、カラカラと笑いながら答えの後を彼女の方へ向けた。いよいよ花咲く時節が参った。山本一族の家運の開ける時が参った。これまでとは一倍そなたも心を引き締めなければならん。よいか。何事のおせでございますやら。おさいにはわけがわからなかった。ともかくもようこそお越し遊ばしました。どうぞこちらへお通りくださいまし。そうしてはおれぬ。勝之助を一目見とうて立ち寄ったまで、これから伊万里へ帰ってすぐに馬揃えだ。馬揃えとおっしゃいますと？腰の重い右京殿がようやくうんと言いよった。しかし司祭は今わしから話すまでもあるまい。まだ極秘だからの。それよりそなたは確かもう海月になったはずではないか。具合はどうだ？はい、おかげさまで順調でございます。そう答えるおさいの声は震えていたし、こめかみのあたりは青白くなっていた。
けれども老人は気づいた様子もなく、それは何より、ではもういのう、と腕の中の勝之助をゆすり上げた。右京殿はおつけ戻ろう。わしがよろしゅうと伝言頼むぞ。さあ勝之助、また王子と土橋まで一緒に乗ってまいろう。抱で行くか、賭けで行くか。賭けで行きましょう。精一杯の賭けで。よしよし、では早手のように飛ばすぞ。ひょうひょうと雲まで高く。ええ、天まで高く。という子供の叫びと一緒に、老人はさっさと彼方へ去っていった。おさいは体がすくみでもしたように、そこへ膝をついたまま動けなかった。老人の高声と馬の稲鳴きが中門のあたりへ移り、間もなく馬蹄の音が追事塀の向こうをカツカツと遠ざかっていった。わずかな間に庭は一面うっすらと白くなり、舞い落ちる雪も庭隅の柏の木立がおぼろに見えるほど激しい降りになっていた。こうしている時ではない。やがておさいは我に帰って追われるようにもやへ入った。座ってみたが心は落ち着かなかった。頭も混乱して、ご院太夫の残していた言葉だけがくるくると光の渦のように旋回し、その合間合間に無本という恐ろしい声が聞こえるようだった。恐ろしくはあるが、ゴンダイユの短い言葉は明らかにその意味を示すものだ。それは数ヶ月この方当選状を中心にして魔の手のごとく八方へ広がりつつあった。そして夫の右京一人が必死にその日を防いできたことをおさいはよく知っていたのである。その頃、肥前の国には平戸の松浦と愛子の浦の松浦と二家の松浦が対立して、絶えず格闘を繰り返していた。永禄6年、平戸の松浦高信はその子重信と共に大軍を率いて愛子の浦の飯盛城へ攻め寄せた。愛子の浦の松浦丹後守近氏には子がなく、島原の城主有馬首里太夫の次男五郎を養子としていた。そこで丹後守はその縁を頼って有馬氏へ援軍を求めたが、いかにしてか首里太夫は一兵も出さず、しかも養子として来ていた五郎までが島原へ帰ってしまった。どうしようもなかった。愛子の浦は孤軍必死の力を飯盛城に集めて戦った。合戦は2年にわたり、ついには和議が整って終わったが、その結果、改めて平戸から高信の三男九郎が愛子の浦へ養子として入家した。これで全てが落着したと見えたのに、間もなく島原へ帰っていた前養子の有馬五郎が何の前触れもなく愛子の浦へ戻ってきた。気球の場合に容器を見捨て去った彼が、今や新たに養子を入れた飯盛城へ平然と戻ってきたのだ。島原城、有馬氏の大きな勢力を背景にしたこの傲慢なやり方に対して、戦後の愛子の浦にはこれを断固と拒む力がなかった。だが本城飯盛には平戸から迎えた松浦九郎がいるので、有馬五郎は市場である有田の当選城へ入れて一時をしのいだ。しかしそれで五郎が収まるはずはない。傲慢な彼は憤怒した。後ろには有馬氏の実力がある。彼は島原城の老臣たちと連絡を取り、当選城の将兵を語らって、飯盛城攻略の陰謀を企て始めた。
山本右京は丹後の神近氏の家臣で、早くから当選城の住職を務めていた。温厚の質で城の内外の信望が厚く、五郎を迎えてからも住よく豪を制するという形で必死にその暴挙を抑えてきた。おさいはそれをよく知っている。夫は何も口に出して話はしなかったが、それとなく目に触れ耳に入るもので、おおよその推察はついていた。そしてどうぞと夫の力でことが未然に防げるようにと祈っていたのである。だが今やその祈りはあだになったらしい。腰の重い右京殿がようやくうんと言ったと権太夫は言った。山本一族の運の開ける時というのも、勝之助にやがては当選状の主となろうと言ったのも、ことごとくがそれを裏書きしている。これが他の者の言葉なら、おさいもそれほど心は置かなかったであろう。だが渡辺権太夫は一方の旗頭でもあり、おさいにとっては親身の叔父だった。あの叔父上が不確かなことをおっしゃるはずはない。おそらくは今日それがお城の評定で決まったから、知らせにお寄りなすったのだ。乱れた頭でそこまで考えをまとめたとき、おさいはびくっと身震いをしながら振り返った。牢を踏んで急ぎ足にこちらへ来る人の気配がしたのだ。そして彼女の振り返った目に、つま戸を開けて入ってきた夫の荒々しい顔が飛び込んできた。酒にあからんだ大きく見開いた双眼のギラギラ光る、まるで人が違いでもしたような荒々しい顔だった。彼は妻に何を言ういとまも与えず、入ってくるといきなり、急いで手回りのものをまとめるがよい。勝之助のものも一緒に。そう言った。支度ができたら二人で黒川へ行くのだ。乗り物の用意はできておるから。お待ちくださいまし。おさいは震える声で遮った。それはどういうおぼし召しか存じませぬけれど、私嫌でございます。お前の否やを聞くのではない。申しつけるのだ。右京は押さえつけるように、すぐに勝之助を連れて黒川へ参れ。いかなることがあろうとも黒川の家を動いてはならぬ。妻は夫に従うべきものだ。お前が俺の妻なら申しつける通りにするはずだぞ。わかったか。それでは一言お聞かせくださいまし。あなた様はもしや。無用だ。今は何を申すいとまもない。右京は妻のすがりつくような目から背いて、軍兵衛参れと声高く菓子を呼んだ。そして老菓子が飛ぶようにして来ると、その方を奥と勝之助の友をして黒川へ参れ。司祭は追って申し遣わす。雪でもあり夜道にもなろうから気をつけて行け。承知つかまつりました。老菓子が手をつくよりも早く、右京はちらっと妻を見返り、そのまま大股にもやへもやを出ていった。すべてがあっという間もないほどの時間だった。何もかも日頃の温厚の人柄とは身もつかぬ態度だった。おさいはむしろ呆然として檻から庭へ書き入れてくる板越しを見守っていた。母様、黒川の馬場様がきっとびっくりなさるでしょうね。珍しく母と一緒に腰へ乗ったのがうれしいのであろう。勝之助はおさいにもたりかかりながら、ウキウキと幼い空想を楽しんでいた。夏の前に行ったきりですものね。きっとまた馬場様が抱かってお休みとおっしゃいますよ。おかしくってしようがない。おさいは垂れているすだれ越しに暮れてゆく雪の空をじっと見守っていたが、日
引かれている腰の動きも感じられぬほど心は騒いでいた。これから行く黒川の実家には兄の夫婦と母親とがいる。広い炉の間で温かく迎えてくれる母の笑顔は見えるようだが、兄は何と言うだろうか。武家の義理を何よりも重んじている兄は、この押し詰まった聖母の帰郷の意味を察して、おそらくよく来たとは言わぬであろう。ことによれば家へは入れてくれるかもしれない。けれど妻として夫の申しつけに背くことはできない。下級のことでいさめようにも手立てのなかった事情は兄も分かってくれるだろう。妻は夫に従うべきものだ。貧困もろとも善悪ももろともすべてを夫に捧げ、夫の導くところについていくのが妻の道だ。この一筋の心に紛れがなければきっと兄も分かってくれるに違いない。そう思ってできるだけ心を押し沈めようとする後から、しかしそれが果たして誤らぬ妻の道だろうかという疑いが打ち返してくる。あたりはすっかり暗くなり、風さえ吹き出した様子で、降りしきる雪は腰の周りで渦のように舞い狂っては、横殴りに飛び巻き返しては、まともに腰のすだれをはたはたとはたいた。軍兵衛いますか、不意におさいが声をかけた。はあと言って後ろから老かしが追いついてきた。少し休みたい。乗り物をつける場所を見ておくれ。なるべく早く頼みます。ただいまと答えて軍兵衛が腰を引いている花木に何か命じた。乗り物は少し行って右へ道を切れ、一軒の農家の表へと降ろされた。おさいが臨月の身重であることを知っているので、老家氏は家を選ぶいとまもなく、とりあえず見当たったその家をたたいたのである。館の右京夫人と聞いて、家の者たちはすぐに炉端を開けて障子入れた。しばらく一人にしておくれ。炉端へ座るとおさいは軍兵衛に勝之助を預け、持ってきた漁師と矢立てを取り出して、気持ちを沈めるようにしばらくの間じっと目をつむった。彼女の心は決まったのだ。貧富も善悪も夫ともろともにする、それが妻の道だという。しかし果たしてそうだろうか。他の場合ならともかく、夫は今反逆に組みしようとしているのだ。理由のいかんにかかわらず、武士としては百年の後まで名が汚れる。この大事に目をつむって武士の妻とは言えまい。命にかけても思いとどまるようにいさめるのが妻の役目だ。そう思い詰めて乗り物を止めさせたのだった。だが伊万里の叔父の様子も夫の虚さも、ことがすでに逼迫しているのは明らかだった。これから戻っている、いとまはない。残る方法は一つしかなかった。取り急ぎ申し上げ参らせそろと、おさいはやがて筆を下ろした。これから自分は勝之助を連れて飯盛城へ行く。ゴム本の軍勢が押し寄せた時は、我が子もろとも城の盾となって死ぬ覚悟である。もし先人が遊ばすようなれば、まず我ら親子を矢にかけていただきたい。それが何よりの慈悲である。それだけの意味を書いた。他に言うべきことは何もなかった。おさいは書き終わるとすぐにそれを封じて軍兵衛を呼んだ。ご苦労だけれど、ここから一度戻ってこれを旦那様へお目にかけておくれ。大勢ではございますが、それはやたになれ。お持たせくださいますよう、私めは黒川までお供をつかまつりまする。
老家氏は驚いて拒もうとしたが、おさいはそれを巧みに言いくるめた。体の調子が変わって、どうやらここで出産をするかもしれぬこと。黒川へも迎えを頼むが、館からも次女を二人ほどよこしてくれるように。そう言われては、稲屋はなかった。郡兵衛は手紙を持ってすぐに飛び出していった。おさいは別に実家の兄に宛てて、あらましの事情を書き、それを持たせて、腰の花木の四人を黒川へやった。出産用の長度が多いだろうからという口実で、四人とも出してやると、時を移さず、勝之助を呼んで、身支度を急いだ。家人から借りた蓑を着て、いぶかしげな勝之助をせき立てながら、おさいは間もなく雪の中へと出て行った。寒気は強く、粉雪を吹きつける風は肌を切るようにさえ思える。表道でも慣れないのに、幼子を連れて雪に埋もれた細い田道をたどる苦心は言いようもない。しかも飯盛城までは、鬼師岳という山を越えて六里ある。途中で倒れるようなことがあってはそれまでだ。石にかじりついても飯盛城まで行かねばならぬ。おさいは唇をかみ、我が子の手を握り直して歩き続けた。峠へかかったのは犬の国下がりだった。はじめは雪の夜道の珍しさに元気だった勝之助も、まだ五歳の足ではそういつまでも続くはずはない。疲れも出、眠気も差し始めて、ともすれば館へ帰りましょうと悲しげにせがみ出した。雪にも寒気にも負けなかったが、我が子の悲しげなその哀願には、胸を裂かれる思いだった。それでむしろ自分をすかりつけるように、繰り返し、激しい言葉でたしなめた。武士の子がそのような弱いことでどうします。さっきから言うように今宵は父上様の一生に一度という大事な場合なのです。そんなことで立派な武士と申せますか。わらじを脱げば大丈夫ですけれど。どうしてわらじを脱げばいいの。なんだか痛くって。峠の半ば頃だった。おさいは身をかがめて見てやった。勝之助の幼い右足は、わらじの尾に食われて無残に血をにじませている。おさいは身震いをした。あまりの愛おしさに力限り抱きしめて、詫びたいという抑えがたい感情が突き上げてくる。だが危うくこらえた。ああ、少し痛めたようですね。できる限り平然と声を繕い、あふれてくる涙を隠しながら、わらじを脱がしてやった。もうわずかの辛抱だから、わらじなしでも行けるでしょう。峠を越したら、馬に乗せて差し上げますからね。馬なら勝之助は一人で乗れますよ。そうね、いつも伊万里のおじさまと。言いかけておさいは、撃たれたように身を起こした。雪しまく峠道の下から一山に駆け上ってきた人影がいきなり二人の後ろへ迫ったのである。彼女はあーっと言って勝之助を抱き寄せた。さい、お前か。雪明かりで夢にもしるく息を凍らせながらそう言って駆け寄ったのは右京だった。勝之助は狂気して、父上と叫びながら飛びつこうとしたが、おさいは片手で必死と抱きしめ、右手で素早く懐剣を抜いた。お寄り遊ばすと勝之助を刺します。彼女はきっと面を上げていった。私も自害いたします。ああ、
東京は大きく息をついた。それには及ばぬ。お前は思い過ごしをしているのだ。俺は謀反には加わらぬぞ。彼はまだあえぎながら続けていった。加藤殿と見せたのはもはや俺一人の力では抑えきれなくなったからだ。そして今宵のうちに飯盛城へ訴えに抜けるつもりでいたのだ。それはまことの仰せでございますか。おさいはすがりつくように言った。もしそれがまことでございましたら、なぜ私を黒川へお返しなさいました。私や勝之助をどうして黒川へ。俺が本城へ抜けたことが分かれば、謀反の徒はいかなることをするかもしれぬ。黒川なれば安全であろうと考えたからだ。ではこれからまっすぐに飯盛城へおいで遊ばしますか。言うまでもない。お前も勝之助も一緒にだ。ああとうめくように声を上げ、おさいはそこへ膝をついて表を覆った。疑いの解けた喜び、夫の本心を知った嬉しさが、立っていることもできぬほど大きく心を打ったのだ。しかし彼女はすぐに顔を上げた。嬉しゅうございます。そのお言葉を伺って安堵いたしました。ではどうぞ私や勝之助にはお構いなく、すぐ飯盛へおいでくださいまし。二人をこの雪の峠へ置いて行けというのか。私の手紙をご覧くださいましたか。見たという夫の答えに押しかぶせて、おさいはキリキリと眉を寄せながら言った。私の覚悟は手紙で申し上げた通りでございます。たとえどのようなことがありましょうとも、あなた様の女に関わるような未練な振る舞いはいたしませぬ。あなた様にもどうぞ妻や子の不憫に惹かれて、大事の時にお遅れ遊ばすようなことがございませんように。そうか。右京は深くうなずいた。彼はおさいをめとってから6年になる温順な口数の少ない良い妻であった。しかしその温順の底にこのような強い不屈な心が潜んでいようとは想像もしなかった。だがこれこそは妻の姿なのだ。教えられたものでもなく、習い覚えたものでもない。夫を生かすためには自ら進んで命を捨てる。平常は隠れて見えないが、大事に当面すればこのようにはっきりと現れる。これこそは妻の誠の姿なのだ。ではお前の覚悟に任せて何も言わぬ勝之助を頼むぞ。そう仰せられるうちにも時が移ります。ここにはお心置きなく、どうぞすぐにおいでくださいまし。常ならぬみど、いとうておれ。和之助、しっかり母を守っているのだぞ。そう言うなり、右京は雪をけたてて峠を一山に駆け上っていった。おさいは見えなくなるまでその後ろ姿を見送っていた。さっきから痛み出した横腹が時を置いては激しくなる。それはかつて覚えのある痛みだった。だがどれほどのことがあろう、夫が誠の武士だったと分かった今は、たとえこの雪の山道に死んでも、心残りはないのである。さあ参りましょう、勝之助。おさいは歯を食いしばって立ち上がった。あなたの行くのお父親が待っておいでですよ。元気を出して。もう人辛抱ですからね。そして幼子の手を引きながら、雪の峠を静かにしっかりと登っていった。元亀2年12月29日の夜のことであった。富貴
右京の急報によって有馬五郎の反軍は成功しなかったが、おさいは峠の付近で出産し、無理がたたってその夜そこで死んだ。里人はそのほとりに一宇の観音堂を建てて、その冥福を祈った。現在おさい観音というのがそれであると伝えられる。